わ、すごい。こんばんは。久しぶり、こんなにお家でやってるね。ライブショールーム、ゆっくりできるけど、いや、もう一旦コンサートのリハは終わって、あとは本番です。前髪が学校終わりでボサボサすぎて、こんばんは。明るくしようかな。寒いね、とても。まだ全然。でもさ、何月から春なんだろうね。もう春なのかな、一応日にち的には。春だったら、まだ全然春じゃないんだけど全然春じゃないんだけど、ちょっと待ってね。なんか色が作りたいし、ほっぺ花粉症じゃないんだよね。でも花粉症のせいなのか、肌荒れがやばいです。花粉症じゃないんだけど、鼻と、なんかくしゃみとかそういうのはないんだけど気持ち抑えきれず3月のお話兼コップの分通過しちゃった。やった。お話し会待ってます。31日の5部が完売したみたいで、みんなありがとうございます。まだたくさん、あの 部数あるので、ぜひ来れる時にお待ちしております。5部で誰を追加しようか迷い中だって。追加し、誰を追加するんだろう。ね、私推しの方とかはね、たくさん来てほしいな。でも今日で2月終わりよ。次3月よ。やばくない？3月だよ。さすがに早すぎるよ。もうさ、もう下から3月だから、もう春だよね。でももうさ、桜生え、咲いてたんだけど、私の近所。3月お話し始めていくなら、あ、ありがとう。はじめまして、嬉しいです。
ありがとうね。おいしょ、ちょっと待って。ああ、セーフ。やばいよね、もう今年もう2ヶ月終わったんだよ。ちょっとやばいよね。おしゃべり会すべてのぶとってありがとう。4月のおしゃべり会でココップで初めてお話する。本当ありがとうございます。待ってます。たくさん行く、ありがとう。ココップ一度も本物の握手会したことない。こうやってファンの方と握手とかは本当にやったことないです。ないです。そういうとこフェブラリー、そういうとこじゃないそういうことフェブラリーの季節が終わっちゃうそうですね、フェブラリーじゃなくなる、マーチになります。そういうこと、そういうこと、マーチになる。そういうとこって言ってしまうんだよね。そういうこと。つい最近消化剤あった気がするね。あっという間に、あっという間にココップの生誕祭迎えた。そうだよね、生誕祭。うん、生誕祭なんて。待って、私今年さ誕生日がね、平日だった気がするんだよね。平日だった気がするそう月曜だから次の週末だよね。そうなるから、そう、コップの誕生日の覚え方は6/24 私の誕生日って覚えにくいんよね。なんか中途半端じゃない、めっちゃ数字が。コップ推しとしては今年の生誕祭来た。お、待ってるね。中学生は土日、なんかもう全然何日なんだろうね。同じ誕生日だから忘れないよ。そうだね、同じだから早くてびっくり。最近生田さんって土日の午後に開催が多い。うん、そうだよ。クリスマスイブの真反対って覚えやすい。12月。23。
クリスマスイブの真反対ってどういうこと？そういうことね。意味が分かりました。本当だ、すごい。そういうことね。初めて知ったかもしれない。それは GC2 15歳になったらそう、9時までできるんだよ、ショールームが。ちょっと時間に余裕を持てる一番遠いんだね。クリスマスイブから最もそうだよね。そうだよ。覚えてくださいみんな。ちょっとロマンティックじゃない？リロちゃんから2週間後の2週間最初覚えました。そうなんだ、2週間後。私の誕生日が来たらあと半年後にはクリスマスなんだなって思ってください。帰りやすくなった時とか余裕出て安心だね。そうね、そうなんだけど、公演の時とかは基本朝配信になるかな、変わらず。うん、いつも8時までだから配信が。わい、なんだよ、ご飯食べてしないと、とかお風呂入ってしないと、いつもバタバタしてるんで9時はちょっとでかいね。1時間でかすぎる。そう、駅からもう車飛ばして、あとなしかもさ、15分やんないとカウントされないからさ、あと何分だよって言って、めっちゃ急いでるので。朝配信でも頑張って起きて、コップから元気をチャージして仕事行くという日課、素晴らしい。高校生になれば22時。なんかさ、ね、年齢だよね、あれって。学年じゃなくて年齢によって変わるよね。ていうかハンちゃんいつから解説するんだろうね。年齢と思い出したけど、ハンちゃんいつから解説するのかな。今日かな。J、 こっちか。 JK JK、 こっちか。なんかそう、なんか不具合みたいなやつしたんだよね昨日。 X がなんか不具合みたいな。なんでだろうね。逆？これさ、反転しなくていいんだね。こうか。何や、 KJ ってなんだ。お腹すいたですね。
もう卒業シーズンだね。中学校ももうちょっとで卒業式だった気がする。いつだったっけな、3月、そろそろだよね。今日ね、インスタを投稿してみようと思います。なんかなかなか最近はどこにも遊びに行けてないので、なかなか投稿できないんだけど、今日一個投稿してみる。忙しくてなかなかできなかったけど、今日は時間がありそうなので、すいません。そんなにいっぱいは投稿できないけど、インスタは。なので、まあ上がってたらラッキーくらいでお願いします。ストーリーはね、できるだけ上げてるように頑張るので。ここの卒業式明日へ。やけん明日休み。いいね、そうだよね、卒業式の日って休みになるよね、下の学年の子たちは。卒業式の練習、なんか卒業式出ないんですよ私なんか、うん、なんかね、出ないんだよ。生徒会とかが出るの。インスタ投稿に心がけること、なんだろうな、あんまりインスタメインになりたくないからそう、やっぱメールとかチャットとかはね、みんながお金をかけて見てくれてるので、そこをメインっていうか、そこを頑張りたいので。優先順位を頑張りたいと思います。優先順位を考えます。遊びに行くと芸能人ってバレちゃう。全然声かけられたことないです、まだ。なんかこの間ね、私と生野ちゃんと藤子こと誰だっけ、カレンレンの4人で、まあ電車乗ってたんですよ普通に。そしたらこう結構ギリギリの電車に乗ったんですよ。結構ちょっと小走りして、あ、間に合ったみたいな感じで電車乗ったんですね。そしたらなんか、はい、電車乗った瞬間に女子高校生みたいな子がキャーみたいなのを言ってたんだけど、私たち4人はなんかある話題の話をずっとしてたんだけど、それで夢中だったからキャーっていうのは、まあ、聞こえてたけどそんなに気にならなくて、そしてまあ何駅か降りてなって、で私たちの前にその女子高校生2人組がな、先に降りるだったんですよ駅で。その時になんかなんだっけ、ココハちゃんとイクノちゃんですかみたいな、ココハちゃんとイクノちゃんですかみたいなのを喋りかけてきて、あ、そうですみたいな二人言ってて、私とかレンレンだけ気づかれなかったんですよなんかそれは普通にその二人がその女の子の推しなのか、普通に私とかレンレンに気づかなかったのかよくわかんないんだけど、
めっちゃ悲しくて、私とカレンレンだけ気づかれなかったんですよ。え、そんなことあると思って、普通にその女の子がね、いくらちゃんと藤子のなんか好きなのか、それか私たちに気づいてたけど好きだけどこの二人だけに声かけたのか、普通に気づかなかったのか分かんなくて、それを後々考えてみると、私とカレンレン帽子かぶってたんですよ。だから気づかなかった、帽子かぶってたしマスクつけてたから分かんなかったのかなとか思って、え、でも結構な間一緒の電車に乗ってたから、いや気づくはずなんですよ絶対に、声とかもあるから。それちょっと悲しくてうめーってなりました、カレンレンと。なのでみんな声かけてねいくらちゃんと藤子くんも多分初めてだったんや、そんな声かけられるのが。だからめっちゃ戸惑ってて、はいみたいなはいみたいな、なんか頑張ってくださいみたいな、嬉しい、なんで頑張ってくださいみたいな感じで言われて、もう駅降りちゃって、その女の子たちが。でもね、やけにね、余韻で話してる時にめっちゃ見てくるなと思ったの。でも話に夢中だったからそういうのはなんか全然気づかなくて、でもなんかめっちゃ見てくるなと思ってたけど、そう。でも藤子とあのいくのちゃんはマスクもしてなかったし、帽子も何もしてなかった、本当にフリーだったから多分もうすぐバレたんだけど、私とかレンレンに至ってはどうなのか分かんないんだけど、その女の子に聞いてみたいですねそう、二人組だったかな多分。そう、卒業式の飾り付けとかもね、何もやってないんだよ。面白くないこの話コペって、え、嘘、同じ学校の子理責のお宅の子、そうなの面白い、理責いなかった、残念だね、理責いなかったよ。理責で間違えたりとかしなかったのかな、私を。しないか、マスクつけてるしそうなの、もう言ってたんだ。藤子とか何もしてないんだよね。だから多分。電話かかってきた。本当に？やば。お話会来てねいやでもね、やっぱね、気づいてほしいよ。だってさ、普通に4人でいたのに、ちょっと私とカレンレンはそう2人さ、なんとかちゃんですかみたいな言われてて、私とカレンレン、あ、感じだったから、多分気づかれてるけど、多分ね、多分その2人が、まあその子と近かったしね、その二人が一番だから、まあ、分かんないけど、本当にね、普通に天神とか、まあ、博多とかいろいろ歩いてても本当にあんまり気づかれたことがないんだよね。気づかれたこと、多分ファンの方は気づいてるのかもしれないけど、私が気づいたことがないから、まあ、どっかで見かけるかな、多分見かけたら、あ、いたーくらいで。あ、ここっていたーくらい。でも一回天神博多ドンか。博
博多と天神丼はもうファンの方がたくさんだったので、そこではあ私のファンの方だっていうのは見つけたことあるけど普通にねプライベートだとなかなかね。私とカレンデで「え私たちは?」ってその子たちが電車降りた後に「私たちは?」って言いました。いいなーって言いました。ペニー似てたと。マジ本当にペだよ。分かった。確実な子を言ったわけね。間違えてたら多分申し訳ないって思ったんだろうね、きっと。もう藤子とゆくのちゃんもうイエーみたいな、嬉しいみたいな感じで、もう私とカレンレンは思いました。まあいつか MC で話すね。なんか私の配信見てくれてる方だけに先に言ったけど、いつか MC で話したら面白い。ちょうど4人いたらいいけど、ね、パサドラとかか。劇場から博多駅に帰るバスの中でメンバーに対してさすがに違う。どうなんだろう。はいね、面白いよね。声が激乱。いたなくらいで言うか嬉しいですね声かけられても私話せれないから緊張するというか話せれないから、見つけたくらいでお願いします。私もいざ声かけられるとなると緊張しちゃうから、見つけたくらいがいいかで、いいです見つけたくらいが嬉しい。ペは何ラーメンが好きですか。何が好きやろ。味噌ラーメンか塩ラーメン。福岡人なのに豚骨は、豚骨も好きだけど何でも好きです。制服姿のコーペに遭遇したら嬉しすぎて多分叫ぶ制服姿はさすがに、じゃ制服で歩かないからさ、あんまり都会というかいっぱい人がいるっていうところを歩かないようにしてるので特定されちゃうからね。フェラブリンスランクインおめでとう。リンカもね、そうおめでとう。楽しみですね。なんかさ X にその16人の選抜のこう名前じゃない顔、ラビニースの写真の顔がこうスラーって載ってたのは見ました。みんなあれがすごいいい写真でしたねいい画像、楽しみです。あのメンバーで踊れるっていうのがね楽しみなので、私は多分左下にいた気がするそう、まあ、楽しみにしててください。今日の夜ご飯にします
そういうことだったのか。タイのだし塩ラーメンハマっています。スシローのね、タイのだし塩ラーメン美味しいよ。逆に道歩いてたファンの人に気づいたことはある？何回かありますよ。私結構やっぱ公演の日とか公演の後とか、天神丼、天神丼と博多丼の時は結構ファンの方しかいなかったから、あのところ、あの周辺いなかったからすぐ分かります。なんか天神丼の時に、あ、博多丼の時に写真を撮りに行きたいけど緊張しちゃって、なかなか一人だったんだけど行けなくて、なんか天神丼の最終日にちょうど行く機会があって行ったんよ。その時にめっちゃファンの方が最終日だからいて緊張しちゃって行ったんだけど、めっちゃたくさんいたから緊張しちゃって、そうっていう、写真撮りたかったんだよね最後こうやって自撮りして撮りたかったんだけど、ファンの方がたくさんいたから見るだけにしました。ちょっとやってましたあの写真が選ばれた。みんな撮ってたから写真を、博多丼はね結構家族みんなと行ったよ。何回か見に行きました。人通り多いから。そうよね、緊張する。私もさ、さすがにあそこで自撮りはできないと思ってもすぐ退散しました。見るだけにしました。そう、緊張しちゃうんだよねやっぱり。あそこめっちゃ人通り多いからさ、しかも、うん、ちょうどねなんか人通り多いとこだから余計にね、普段からも多いのにね。そうなんです。ペをまた追加しました。たくさんお話しよう、しようね。待ってます。おしゃべり会は3部もあるのでみんなぜひ来てください。おしゃべり会待ってます。コブで誰行こうか迷い中だって。ファンの方そうね、誰に行こうか迷い中だって。他のメンバーにね挨拶さしに知ってるさ、ファンの方いるけど、私とももっと話してほしいな。いろんなね、サーターアンダギー作ってんのなんかいろいろ作ってるね。この間チョロス作ってたよ、藤子。いいね、お菓子作りとかできたら楽しそうなんだけどね、なかなかやる気になれない自己はね作るのが楽しいんだよ。だって藤子がこうハンバーグ作るじゃん、作ったじゃんこの間。その時も洗い物とかそういうのは嫌だけど、作ってあげるのが楽しいんだ。作るのが楽しいらしいです。
生ドーナツを作って迷わず来いって言いな、迷わず来い、迷わず来い。挨拶は1回でいいんです。挨拶はもう新年明けて1回でいいんですよ。何回も行かなくていいと思います。めっちゃ机が汚れてた。コペ他のメンバー挨拶行く、ペオシをいじる。まあいいんだけどね、全然いいんですけど、他のメンバー行くなら私のところに少しでも多く来てほしいなとは思います。藤子の個展ね、藤子こワンオン初回絶対嫌だ。絶対嫌です。コペがファンから、ファンから6期生、ファンならってことかな、ファンなら6期生誰に行く、それはもうみんなに行くよね。コッペがファンならコッペに行きます。コッペはそれをもっと言うべき。本当？特にね、私推しの方は、まあ、挨拶言ってもいいですけど、ほどほどに。新年一発目でいいんだよ。30ミリ友達連れて行かないと釣ってあげたら釣りまーす。はっ、私もコッペに行きます。ありがとう。藤子にお世話になったら藤子に行こうかな。ママは好きにしてください。ママは好きにしてもらって、7期生って挨拶です。本当よ、6期生だけでも怖いのに。でも7期生楽しみだから、楽しみだけどね、ちょっと怖いね。でも人だけ、あ、挨拶してきますだって、準備一番取って。ありがとう、みんな挨拶しすぎよ。コッペだけにしますだって。全然言っていいんですよ。言っていいけどね。言っていいんだけども、そう、挨拶は1回でいいんです。だって挨拶、まあそうね、挨拶ってまあいつもするけど、最近は
オンライン始まったら、この後は何々ちゃんのところに一回来てもう一回来るねとかよく聞くからさ。ちょっと気になっただけです。あとは X の返信とかで、今日は南部よろしくねって私のファンの方が帰ったりするからさ、あれ？ってちょっと気になっただけ。パー、そうだよ、行くならこそーっと言ってください。ラミスだとか友達、本当に嬉しい。コップと話すのが精一杯なのに他のメンバーと話せる気がしない。挨拶という名のおしまし。一番怖いよそれ。コロさん好きなドーナツ、好きなドーナツ、うん、チョコが好きです。そうだよね、行くならね、もう何も言わずに、何も X に書かずに行ってください。まあ行かないのが一番いいんだけど、バレるよ。私はめっちゃ見てるから、みんなの返信めっちゃ見てるから。トレンドレーンにやつがいるってことある？あるよ。でもね、初めてのなんかオンラインでも、私今回一人部屋なんだけど、全然部屋が近いからさ、みんながやってるめっちゃ聞こえるんよ、何々さんみたいな言ってるって思うし、 X も見てるし、おしゃべり会はなんだっけ、あ、なんかファンの方があんまり見えない作りだったからさ、初めてのおしゃべり会は、だからあんまり見えなかったけど、まああんまり見えないからあれだけど、結構バーンって全体が見える作りだったらわかるね、そりゃ。なのでたまに警察、たまに私は警察をしてます、みんなを。そうよ、江口コナンお見通しだよ、本当に江口コナン。だいたいさ、私なんか挨拶に行くっていうのは、私のファンの方はなんか、だいたいみんな同じ人だからさ、6期生の誰とは言わないけど、だいたい同じ子に行ってるから。仲いい子ね、私の、だいたいわかる。そういうことでした。ということでね、そういう話もあるとして、おしゃべり会今受付中なので、ぜひお待ちしてます。1枚からでもちょっとでもぜひ来てみてください。ではランキングを読もうかなと思います。そういうことフェブラリーということで、皆さん2月もありがとうございました。今日は2月最終日ですよ。そういうことフェブラリーでした。
めっちゃいいね。そういうことフェブラリー一番まとめられるやん。ということで3月もよろしくお願いします。じゃあランキング読みます。13位はカークさんありがとうございます。12位今日この頃さんありがとうございます。11位ジージリンモンさんありがとうございます。10位穴熊一郎さんありがとうございます。9位ウッチーさんありがとうございます。8位前野くんありがとうございます。7位タナの魚さんありがとうございます。6位クロさんありがとうございます。5位ノリッペさんありがとうございます。4位カトッペくんありがとうございます。3位ムジェイジンヤさんありがとうございます。2位ヤスさんありがとうございます。1位トモゾーありがとうございました。はい、じゃあ終わりますね。じゃあギフトも、トモゾーハートありがとうございます。タナの魚さんコンペイトありがとうございます。ヨウさんありがとうございます。前野くんありがとうございます。今日この頃さんありがとうございます。カードの人さんありがとうございます。枠屋さんありがとうございます。トムトムさんありがとうございます。アルプスの牧場さんありがとうございます。チカちゃんありがとうございます。ベレッタさんありがとうございます。今日この頃さんありがとうございます。ハマーさんありがとうございます。クロさんありがとうございます。マクレザシさんありがとうございます。ルイさんありがとうございました。では3月もみんなよろしくお願いします。はい、じゃあ終わりまーす。またね、また明日。明日は今日と同じくらいになるかな。バイバーイ、ありがとうございました。